皆さんこんにちは、沖縄スタイルです。今回は沖縄に移住したら必ず一度は戦わなくてはいけない、誰しもが通る道でもある、沖縄移住で最大の敵でもある J についてお話ししようと思います。今回のお話は参考になるようなお話ではないと思いますし、ラジオ感覚で聞いてくれると嬉しいです。それでも参考になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。まずはじめに、このチャンネルを初めて見てくれる方もいると思うので簡単に説明すると、僕は生まれも育ちも東京というね、非常に人口の多い場所で生活してたんですけど、ある日全てが嫌になって沖縄に5年ほど移住してました。今はもろもろの事情でまた東京に戻ってひっそりと生活しているんですけど、いずれはまた沖縄に行けたらいいなと思ってます。僕が5年間生活していて本当に一番大変だったことが今回のお話なんですけど、もうこの G という文字だけで察してくれるとは思うんですけど、はい、ゴキブリです。というか虫全般です。今さっき言ったように、僕は生まれも育ちも東京で、子供の頃からあまり虫に触れ合う機会っていうのがほとんどなかったんですよね。ばあちゃん家が東北の方にあるので、夏に家族でばあちゃん家に遊びに行って、山の中でいとこやじいちゃんにカブトムシを取ってきてもらうってぐらいしか虫と触れ合ったことないと思いますし、あくまでも自分ではカブトムシを取らずに取ってきてもらうスタイルでしたね。なのでちょっと耳の近くで虫の羽の音が聞こえただけでビビりますし、 G なんて視界に入れることさえ本気で嫌な存在なんですよ。沖縄に移住する前に沖縄のことをいろいろ調べてたら、やっぱり南国で暖かいから虫が多いとか、そして虫が一年中生き生きしてるって情報を聞いたり、 G の種類も豊富でかつでかくてパワフルみたいなことも聞いて、そんなの家に出たら退治できるわけがないし、家にもいられなくなるから移住するの諦めようかなって思ったこともあるぐらいなんですよ。まあそれでもなんとか移住して5年ほど生活できたんですけど、 G に関する事件はやっぱりありましたね。なるべく虫と関わらないように、虫を寄せつけないようにって思って移住する時も、不動産の担当の人に G が出ない場所で探してますって言って、いくつか物件を探してもらったんですよ。それでとあるマンションの8階に住むことになったんですね。8階ならまず G は出ないと思いますよって言われて、しかも角部屋で日当たりも最高だしって思って即決めたんですけど、移住して1年経ったあたりかな、夜に洗濯してベランダに干そうと思って、ベランダに置いてあるクロックスに足を入れた瞬間に、そのクロックスの中でモゾモゾって何かが動いたんですよね。嘘だろうと思って視線をクロックスに向けたら、 G が慌てたようにひょこひょこって出てきたんですよね。もうそれを見た瞬間に、声にならないような声で悲鳴を上げました。うわーって。周りの家の人もびっくりさせてしまったし、未だにその時の G の感触が足に残ってるんですよね。本当にあんな叫んで精神的に疲れたのは久しぶりでした。なので沖縄でベランダ用のサンダルとしてクロックスを置いておくのはやめた方がいいと思います。普通のサンダルなら G の逃げ場はあるけど、クロックスだと逃げ道がないですからね。8階なら大丈夫って言われてこの家にしたのに、それでも出てくるとなったらもうどこも安全な場所はないですよ。そう思って生活するようになったので、ベランダに出るときは毎回ビクビクしてましたね。どうやって8階まで上がってきたんだろうね。まあ最悪ベランダに出るのはいいとして、ベランダ閉めて部屋の中に侵入されなければどっか行ってくれると思うんで。でもある日本当に最悪なことが起こったんですけど、仕事終わって家に帰ってコンビニで買ったお好み焼きを食べていたら、部屋の天井あたりからバサバサって音がしたんですよ。でも天井を見ても何もいないから気にしてなかったんですけど、もう一度バサバサバチッって音がして、天井を見たらいたんですよね。ご飯を食べてる最中だったんで、本当に勘弁してほしかったんですけど、家の中への侵入を許してしまったらスルーはできないんで、強制的に戦わないといけないんですよね。どんなに虫が苦手だと言っても、家の中にいたらその部屋の中でのんびりできないし寝れないしなので、家から外に逃げるところを見るか、完全に息の根を止めないと安心できないじゃないですか。一人暮らしなので誰かに頼ることもできないので、どうしよう、やべ、済んだとか思ってたんですけど、そんな時に取った行動が、これおすすめなんですけど、まず友達に電話して状況を伝えて応援してもらいながら退治する。これでなんとか打開できたんですけど、まず友達と電話するのは、自分は一人で戦ってるわけじゃないと自分に錯覚させるためのもので、これは非常に有効でした。かなりハーハー言いながら汗かきながら撃退はできて、すごい大変だったんですけどね。なので G が苦手な人で一人暮らし中の人は G が出た時にこの方法を使ってみてください。家の中もかなり綺麗にしてたし、ゴミも溜めないで掃除も結構してたのに、それでもやつは出てくるので、沖縄で生活するっていうのはこういうことなんだと思います。しかも僕が生活していたのは那覇市の国際通りって有名な観光スポットあるじゃないですか。その国際通りにつながる道で浮島通りって素敵な道があるんですけど、ちょうど公設市場の目の前あたりのマンションに住んでいたんですよ。国際通りや公設市場に来たことのある人はわかると思うんですけど、飲食店がたくさんあって飲み屋街もあるので、明らか出るでしょみたいな場所なんですよね。その通り夜になるとその辺の道には 100% G がいるんで、仕事帰りはほぼ毎日見かけるんですよ。だから歩く時もなるべく足元を見ていないか確認しながら歩くんですけど、公設市場周辺の G はとにかくでかい。友達と歩いてる時にめっちゃでかい G がいたんですけど、下手したらネズミの子供ぐらいの大きさはありますよ。しかも特に気持ち悪いのが、体の色は真っ赤でのそのそとゆっくり動くタイプのやつがいるんですけど、なんかちょっと猫背になってるんですよね。そいつが本当にえぐい。もう二度と見たくない。沖縄で見たことある人います？参考の画像とか載せたいんだけど、生理的に見るのも嫌なので検索すらできないので、興味のある方は自己責任で検索してみてください。うちの家族が沖縄に遊びに来た時に、母親が壁にくっついてるどでかい G を見つけたんですけど、興味津々でめっちゃ近づいて見てるんですよ。ちょうど目線の高さぐらいにいたので、10センチぐらいの距離でガン見ですよね。もうその神経はわからないですし、何してんだよって思うんですけど、大丈夫な人ってすごいですよね。その他にもエレベーター内で G と2人っきりになったお話とかいろいろあるんですけど、ちょっとね、最近 G に関するとんでもないニュースがあったんで、それだけ紹介します。ムカデやゴキブリの新種、沖縄で捕獲禁止。種の保存法で環境省は29日世界自然遺産に登録される見通しの沖縄県の一部に生息するオオムカデやゴキブリの新種を種の保存法に基づく緊急指定種に指定すると発表した。7月1日から3年間、捕獲や浄土、殺傷などが禁止される。違反すると5年以下の懲役または500万円以下の罰金などが課せられる。今回緊急指定種に指定されたのは、竜神オオムカデ、ウスオビルリゴキブリ、ベニエリルリゴキブリの3種だ。いずれも最近の研究で新種だと発表されていた。体色が鮮やかでインターネットオークションなどで盛んに取引され、乱獲による絶滅が心配されている。3種の新種発表に関わった法政大学の島野教授によると、いわゆる不快害虫のムカデやゴキブリが種の保存法に基づく緊急指定種に指定されるのは初めてという。はい、ということで、なんと新種のムカデや G が見つかって、乱獲による絶滅が心配なので捕獲や浄土、殺傷は禁止となり、違反すると罰がありますよって内容ですね。なのでこれらの虫が家に入ってきても、生きている状態で外に逃がしてあげるしかないので、もし家に入ってこられたら、僕の場合は生きた状態で逃がせないので、まず引っ越しを考えるしかないですね。ちなみに記事に載っている竜神オオムカデというムカデなんですけど、僕が好きな生物ライターさんで平坂さんという方がいるんですけど、その方がこの竜神オオムカデに噛まれてみたとか、ちょっとクレイジーな動画を YouTube で公開しているので、興味のある方は見てみてください。それと新種の G については少し写真も見てみたんですけど、まあ気持ち悪いですね。見た瞬間にうわーキモって体が3色になっていて、こんなの家に出たらマジで発狂もんですよ。こちらも興味のある方は。虫以外にも沖縄だったらヤールといってヤモリのことなんですけど、家の中によく迷い込んでくるんですけど、ヤールはまだ可愛いですし、小さい虫とかも食べてくれるので見てて癒されますよ。それに沖縄では家の守り神とも言われているので、家に出たらああ守ってくれてるんだなぁと思ってください。とりあえず今回は終始虫の話ばかりでしたけど、これから沖縄移住しますよって方は同じようにいずれは体験することだと思うので、覚悟しておいた方がいいと思います。ぜひ参考になった方はチャンネル登録と高評価、それと同じような体験をしたことのある方はコメントをください。今回もご視聴いただきありがとうございます。沖縄スタイルでした。